松潤さん、イップマンご覧になりましたか？私がね、すごくね、イップマンで気に入ってるのはドニー・イエンさんがむちゃくちゃハマり役で、この映画を撮るためにそのドニー・イエンっていうあの俳優さん、アクション俳優の方はですね、その英春拳を9ヶ月学んで身につけて、その上で映画の方に臨んだということなんですよね。やっぱ俳優魂すごいですね、役作りが。で、私が好きなのはマスター Z なんですけども、これね、イップマンの外伝で、そのパート3かな、イップマンでいうと、そちらの方にライバル役として出てきたんですよね。なんかその子供が一人いて、で子供にはあの師匠っていう風に呼ばれているというね、その親子関係がものすごくね、いいなって感じなんですよ。最初はね、アンダーグラウンドなそのカンフーで金を稼いでいたんだけども、それで生計を立てていたんだけども、まあ表社会に戻りたいって気持ちもありながら、その英春拳の伝える、まあ、正義とか愛にものすごく惹かれるっていうところですよね。で結局名を上げるためにいろんな武術界の人をね、なぎ倒していって、最後にイップマンと決闘するっていうところだったんですけども、まああのわずかな差で敗れてですね、でマスター Z っていう作品に行くんですけども、いやこれね、あのイップマンパート3であまりにも出来が良かったんで、このマックス・チャンっていう方なんですけどね、このイップマン外伝でこの人を主人公に撮ろうぜみたいな感じで撮られたんですけども、このマスター Z がね、私ね、最高峰だと思いますよ。もう全ての作品の中でイップマン一番いいんじゃないかなと。で見どころ満載だし、それからあのやっぱり人にはね、必ず正義の部分と悪の部分があって、その間で揺れ動く、まあ、チョン・ティンチン、ね、主人公の彼の心をすごく表してるかなと。象徴的なのがラストシーンで、全てを終えてあの戻ってくるところですよね、子供のところに。まあ、その時はなんか奥さんになりそうな人はいるんですけども、戻ってきた時のあの穏やかな笑顔ね、それまでちょっと薄暗いね、影のあるような演じ方をしていたあのチョン・ティンチンが、全ての戦いを終えて、自分は英春拳のチョン・ティンチンなんだっていうふうにね、名乗って帰ってきた時のあの穏やかな笑顔、そして最後パンを食べながらフェードアウトしていく、なんか感動的なシーンでしたね。私は何回も見てしまってね、胸が熱くなるんですよ。で音楽もとってもいい、音楽は日本人の方が作ってると思うんですけども、いやでもね、この音楽アプリにダウンロードして毎日聴いてますよ。チョン・ティンチね、マスター Z、 これ続編できないかなと思ってるんですよ。2019年の作品です。あれからもう2年経つんで、作ってるとしたらもう今頃ね、噂に上がってきてるはずなんですけども、まあできてないかもしれないですね。日本にもファンクラブがないし、ツイッターでちょびっとね、あのチョン・ティンチの話題が流れるくらいなんですけども、あの方はね、46歳であの映画撮られてるんですよ。今だから47歳か8歳なんですけども、あの松潤さんね、今からでもできますよ。あの少なくともね、あの40代でも50代でもできるのがカンフーなんですよ。カンフーの達人って70代とか80代がいますからね。ぜひね、これを機会に、まあ、イップマン、チョン・ティンチね、ぜひ一緒に学んでいければなと思います。私は独学ですけども、なんとなく身につけてきたところかなと思います。そしてね、この前もちょっとお話したんですけども、イップマンシリーズを見たら、ぜひアマゾンプライムで新少林寺を見ていただきたいかなと思います。これはジャッキー・チェーンがちょい役で出てくる、あの飯炊きの役で出てくるぐらいなんですけども、ストーリー全体がね、もうこれもね、あっという間に終わっちゃいます。見始めたらもう多分ね、松潤さん大好きだと思いますよ。そのまあ本当に見てほしいなと思いますね。まあ今日はこのぐらいで、はい、動画ありがとうございました。